はい、どうも皆さんおはようございます。おはようございます。始まりました NGC ファイナルファンタジー14オンライン生放送シーズン3、はい、特別編、はい、本日は時差のある場所からねお送りしているの で、 そうです、ね、おはようございます。おはようございます、はい、なるほどね、うん、今日はですねゲストに吉田プロデューサー兼ディレクターをお招きしまして、はい、ドフミがまだプレイしていなかった黒板新岡田っ橋からやっております、はいはい、でなんとここの、10時から始めまして、はいはいはい、今5時、うん、AM の7時間の間に、うん、なんと、うん、12体中9体倒しました。はい、9体やったのか。1時間1体どころじゃないですよ、もっと早いですよ、うん、15分で落ちたやつもいたからな、うん、そうだね、うん、確かに最初に一番タイタンで一番無だったんじゃないそうですね、モミガップだったんで。そうそうね、で、うん、ちょっと巻いた時間を使ってってわけじゃないんだけど、うん、ナイツはちょっと僕こだわりがあったんで、たっぷり1時間ぐらい使わせてもらいました、うん、で残すところあと三頭身セフィロとソフィアズルワンのみ、はい、この勢いでクリアしちゃいたいなっていう感じでございます、はい、全通頑張ろうはい、ニーズヘッグがいた。そうですよ、あ4体か、忘れてた。4体か、じゃあ8体しかいってないのか。そういうことか。まあ小指で倒せばいいんじゃないですか。晩春だって言ってたら忘れてたマジか。ってことは次ニーズっすね。ニーズ返し、うん、セフィロトですわ。俺セフィニーズじゃないなんですけど、うん、三頭身は3頭身で連チャンでやろうかなってちょっと気持ち的に。わかりました、わかりました。ニーズヘッグ、ああ、そっか、うん、そう、あれ苦労した覚えがあるけど。いやなんかあのイゼルやって、うん、で今、うん、あの蒼天騎士団とオルシファンを彷彿とさせるシーンを見た後に、うんうんね、イーズヘッグとエスティニアン、そうかエスティニアンか、うん、なるほどね。ちょっとこう開口してる感じありますよね。エスティニアンに集まるやつだよな、集まるやつ、エスティニアンに集まるやつじゃなかったっけ。エスティニアンに集まるやつ違ったっけ。竜騎士クエをやってる人からかな。なんかニーズも覚えてねえな。ニーズはもう僕全く無知識です。もう全く分かんない。まあまあやってみれば。目玉使うぜボーイみたいなこと。ああそれはドラゴンズエアリーかな。あれ分かんない。ドラゴンズエアリー。あれおかしいな、はいはい。まあいいや。いやもうね何が辛かったってね、はい、あのこの休憩中のね皆さんのコメントのねラーメン論争がね辛かった。僕的にはお腹空いたやつみんな、うんうん、しょっぱいものに飢えてる、ね、そうね今特にねあの、うん、ケーキ2個ね、はい、ホールで食わされた、はい、今あの半分で食べてますからね、うん、そうかまだ残ってますからねうちらしかもそれをね。やばいやばい、なんかね、はい、枝豆が来たけどさてなんで枝豆置かれたの？じゃあちょっと、うん、あの勘違いしておりましたが今から、はい、ニーズヘッグ。いやでもね僕ねラーメンあのまあちょっと若干ね、はい、あの今ファミ通のコラムあって、はい、まあ、はい、次の週の分書いてたりするんですけど、はい、なんでみんなこう人それぞれの好みをこう一個に決めたがるんだろうなと思って。ラーメンのさっきの話 で、はい、どれでもいいんですよ。好きなラーメンがあって別に悪いわけじゃないけど、うんうん、ここ一択だろうみたいに なんでなるんだろうなっていう、うん、あなるほど、まあ、ネタで今はね、うん、やってるんだとは思うんですけど、まあそうですよ、俺はこれが好き で、 で OK ですよね。いいんだけどな、基本的に要はそこにニュアンスとして、うん、俺はここが好きの次に、うん、それ以外は認めないが見えちゃうっていう、はいはいはい、そういうことね、うん、そう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 、うん、そうそう、うん、好きなものはみんなそれぞれでいいんだけどねみたいなね、はい、って見てて思いましたよ。プロレスなのは分かってます今の時間だから、ね、プロレスなのはまあねまあね、そうそう、まあね、分かってます分かってます。ああだから それそこまできつく言った時に乗ってくれる人がいたら嬉しいのか、うん、そうそう、ああなるほどね、うん、まあこの時間までねあの残ってくれてる3000人ぐらいの人たちが、うん、あのノリじゃないわけないっていうのは分かってるんで大丈夫です、うん、もうみんな変なテンションになってるわけですよ、まあ まあね、っっまだ3500人見てますからね。嬉しい、3500、うん、500嬉しいです、すごいな。ちなみに速報です、裏パーティーナイツ超えれておりません。3セット目突入です。頑張れ。じゃあこのままぶちぎってしまう、ぶちぎってしまいましょうか、はい、よし、じゃあちょっと最後、これも朝まで、はい、ニーズプラス三頭身行きたいと思いますので、うん、ぜひとも最後までお付き合いください。ここから俺無駄口は叩かないよ、もう火力を積むだけ積んで、なるほど、一つでも多くのフェーズを飛ばしてクリアしたい。よし、すごい、あのナイツにだけやたらこだわりがあっただけなんで、残り4体に関しては普通に上限シンクで結構です。なるほど、ありがとうございました。わがままありがとうございました。じゃあ行きましょうか、はいはい、画面お願いします。お願いします。とりあえずニーズ解放しなきゃいけないんで石の家に、うんうん、あーそっか解放ね、よいしょ、石の家なんか吉田さんが NGC に来てくださる回の中で、うん、今日が一番僕疲れてますね、多分、なるほど、はい、
分析しながらだからね、だってそれもあるかもしれないですけど、うん、これまでの中で一番テンションが高いんです、うん、あーなるほど、なぜなら、うん、話ができるっていうこの喜び、あーやっとね、そう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 、やり込んでからユウタさんと話すことが初めてだから、そう、ありがたみがやっと分かったっていう、この非常にこう、罰当たりな、罰当たりなの、それいやいや、いいんですよ、いいんですよ、なるほどね、あ、まあ、しかもトンツーもありますから、よし、決まりましたまだ5時だろうって言ってるよ、まだ29時半ですね、まあ、あ、違う、間違えた、レブナンツ島のそっちか、うん、セフィロト受けに行っちゃった、なんかすごいくしゃみじゃあリュウニーゼック、かなり聞かせてくれ、君の偉業こうこうこうでした、うん、僕らの放送ニーズヘックの専用フィールドを、うん、あそこ断崖のとこ全部 PC 並んだんですよ、へえ。同時進行の人はそんだけいたんで、そうね、なるほど、そう、断崖のこっち側全員 PC いて向こう側にニーズだったんです、へえ。恐ろしいね、すごい絵面でしたよ、人的に嫌だったろうね、なんだあいつらみたいな、これ勝てねえかなみたいな、これもアリス、ごめん、運動、あ、これか、はいはいはい、すまないが多少の脚色には目をつぶってほしいだんだん誤りもね、はい、入れていこうっていうなるほど、なるほどね、コメントに M ちゃんは寝てるんだろうなって感じで起きてますよ、今くしゃみしてます、はい、むしろちょっと寝ていただいても結構なんですけど、そうそうそう、あの、ちょっと無理、ちょっとバーガー食って元気になってます、こういう時に一番辛いのって演者じゃないからね、そうね、スタッフだからね、そう、演者は喋ってるし、うん、みんなと会話できるから、うん、テンションは別に高いんですよ、まあまあ、あの、保つあれがあるからね、うん、もう待ってる方はもう、うん、そう、たまっ、早く終われよお前ら、限界です、眠たいです、うん、現場のマネージャーさんとか、いや、それで再びするとぶん殴られるからさ、そうそう、怖いよね、辛いよね、難しいよね、見に行ってんだみたいな、最悪限界来たら M ちゃんは寝るから、うん、それ大丈夫ですね、はい、信頼がなせる技ですね、開いた、今開いたね、じゃあミスト一応行くか、いや3400人はすごいな、この時間、まだいます ね、 ね、みんなだからまあ、うん、天気が幸いしたね、もう明日、そうです、明日行かないんでしょうね、通勤困難ですって言えば、うん、なんとでもなりそうだもんね、確かに、うん、ただあれですけどね、うちの今の片方のタンクが一瞬寝てましたみたいな感じでしたけどね、まあしょうがないよな、はい、はっ、 ってなってましたね、うん、大丈夫なんだ、しょうがないね、もうね、ホッピーさん生きて、ニーズです、ニーズです、はい、ニーズは江戸さんの大好きな、はい、もう三度の飯より大好きな、うん、悪夢が来ますんで、あ、たっぷり味わってください、いやでもね、新生温層の江戸さんはかっこよかった、本当にかっこよかった、よし来た、ゴグニーズ、運浪で行われた蛇竜狩りの噂は瞬く間にエオルゼアを駆け抜いた、そうであるならば違法の詩人が新たな英雄譚を紡がないはずがない、うん、美しい、これは何て言うんだ、縦ごと、縦ごとかの、ね、音色に乗せられた演出型エス刀しかを聞きながら、今光の戦士は蛇竜ニーズヘッグとの戦いを追体験する、これね、小田が大概書いてるんですけど、はい、角に脚色ぐらいだったらまだ良かったんですけど、なんかもうだんだんひどくなってきてたんで一回途中でちょっともうちょっとあるやろ表現悪意が感じられる、そう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 、表現になっちゃったんですね、上限シンクでいきます、はい、あれ、ももちゃんが行って大丈夫かな、これエリアが違うだけで、ベニチュアオンになってたんで、はいはい、うん、入った、やるか、その割にはね、また解放詩人でいいですかって聞きに来てくれるときはね、小田主要に聞いてくれるんですけど、いいってもらっちゃったらこっちのこっちのもんだと、このテキストいくらなんでもひどくないみたいなおー、あー、なるほど、ここはこだわったんですよね、この曲が流れたままね、コンテンツに突入するっていう、はいはい、こう、3.x のこう終わりって感じですごいしますよね、バハ4層並みの感動が味わえるかもしれないですよ、クリアのタイミング、ギア、あの胸のためがね、怒りをめっちゃ表現しててね、好きなんですよ、ね、なるほど、小さいこだわりなんですけど、カット反応、ディフェンダー、はい、とりあえずね、こいつに関してはシンというかノーマルの方のニーズですけど、うん、大きく分けて3パターンあります、う
最初のこの状態が1つ目、はい、2つ目が隆起死状態、はい、エスティニアンと融合して隆起死の状態で攻撃してきます。赤いやつで最後は、でかく赤い状態のニーゼークのこの体の状態、はい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 、その3つになります、うん、で、前半に関しては、足元に出てくる範囲を避けながらっていうのがメインになるはず、うん、それ以外の特殊なギミックっていうとそのニーズが1回飛んだ後に、蛇竜の眷属が3体出てきます、うん、で3体出てくるうちの2体はタゲ取らなきゃいけない、うん、で間に入ってくる1体、ウェアドラゴンタイプのやつは、はい、ターゲット無視で、目に見えない範囲攻撃を駆使してくるので、はあ、相手の動きを見ながら避けつつ戦うと。なるほど、うん、でそれが終わると隆起死状態のやつが降ってきて、うん、挙動は非常にネールデウスダノスに近いです、はい、ダイブとか突進とかいっぱい使ってくる感じで、それが終わってニーズの赤い方になると、うん、悪魔みたいなやつとか、うん、まあ、いわゆるドラゴンの最終兵器みたいな技をいっぱい使ってくるんだけど、はいはいはい、まとめるとなんか要はナイツとか、うんうん、あとは、今までやった中で言うと、ラム、はいはいはい、あとはモグとか、うん、そういうギミックっていうよりは、はい、堅実に範囲を避けて、うん、でシェアはシェアしてっていう、うん、ものすごく王道な感じのプレイスタイルを求められるのがニーズヘックっていう認識ですね、僕。なるほど。だから僕がそれでどうなってるか分かんないけど、うんうんうん、多分変なことはさせないと思うので、はいはいはい、ちゃんとみんな避けましょうっていうので多分いけると思います。なるほど。まあ避けましょう、きっちりまずはね、うんうん、はい。一番俺が苦手なやつかもしれないけどまあそうですね、基本なんだけどな。そうですね、はいはい、はい、ではあれ間違えた、ね、どうした乗った、あ待ってこれ、あいかん、これまたちょっと様子おかしいかもしれないな。えマジでラグい。あ、大丈夫か。あ、大丈夫。OK、ありがとう。よし、じゃあ、いいですか。よー。はーい。いきます。こっちでかいな。あー、でも、とりあえずここで守るのダメなんだよな。あと、そう、多分こいつ僕なんで、落ちると思います。なるほど、後ろ怖いな。わかんねえけど。すげえ後ろ怖いな。いや、そんなことねえか。ベース変わるときに絶対一番後ろまでうまくするよな。足元に線が出ますんで避けてください、はい、これか、ん、これか、このマーク何、何これ、なんか俺になんかマークついてるよ、俺マークついてるよ、俺、おぉこれドラ、どうした、なまた、マークついてる、2回来るのか、突進絶対当たんないでね、はい、あー突進の足元が出てくれないのか、ハタライズってことね、要はおぉ、タッチダウン、あ、タッチダウンか、これもうちょっと下がったらいいよね、いや、結構食らってんな。スリーラウンバトル。一旦ここまでは普通の範囲よけのちょっと分かりづらくなったかなって感じの気がする。なるほど。ヒートテイク。これは俺じゃないな。なんで今、よし、ピーに下げられてね。うん、おぉ湧いた、お前いた、どれだ、どれだ、コピーさんも取ってないほど、ってドラゴンでいいの、ブロミニャク、ブロミニャク取って、ブロミニャク、ウェアドラゴンはランタゲって言ったでしょ、はい、いやくそー、ちょっと遅かったかな、ウェアドラゴンの動き見てね、はい、なんか今はあれだな、前方範囲みたいなことやってたんだな、そうです、で、これはちょっと、これは火、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 あー、なるほど、まっすぐじゃん、なんだ倒した、はい、ウェアドラゴンでいいんだな、これ、これ前方範囲な、いやー数字が低い、あれなんか火ダメージ、あー、消えた、さか死んだだとか、ちょ、エドさん、ブロミニャクじゃなくて、ね、こいつ取ってくんねえかな、あ、そう、あれ、そう、ごめん、コピーさん死んだんだわ、マジか、コピーさんダメージが半端なかったな、火ダメージアップがついてるからかも、俺にもついてるけど、確かに、こいつらの蛇竜の眷属がそれぞれ変な能力持ってんのか、そういうことか、見切り倒した、で、ウェアドラゴンこれは、あ、はい、倒したか、これ割と、おー、危ねー、まあ、落ちることないんだ、やっぱりそう、俺が忘れてるな、どれからだっけ、どこにいんだ、どこにいるんだ、これここにいないのか、おお。
うわ、来た融合 S ティニア。はい、さあ、こいつ普通に取っちゃっていいよ。取っちゃってケツ抜けてください。はい、場所ここでいいですか？もう下がった方がいいですか？いいです、そこで、はい、こいつ中央でいいです。はい、ドラゴンランス行って、外周に捨てて真ん中に戻る。おーっと、危ない。紐がついてるのは何？その紐に何？なんだこれ、なんだこれ。なるほど、ベンジェンス、アラモーンだ。アラモーン普通に耐えてください。はい、ありがとうございます。え、クリムリウム、あー、目がかゆい、すごい目がかゆい。あるある、なんか、なんかついた、なんかついた。どうすんだこれ。これ多分赤い紐ついた人が赤殴って、青い紐ついた人が青殴って、俺は逆、ごめん、逆、逆かい。俺は別に釣ってるままに行けないんだよ。あんたそれやってればいいです、あんたそれやってればいいです。自爆、自爆が、自爆がもうちょっとです。この弾も自爆だ。あれ、HP が変わってる、邪竜の、あれ、あれ、インビンだぞ。なんだ、インビンだったぞ、インビンになった。弾が飛んできてる。なにこれ、弾飛んの、これ面白い。なるほど、弾飛んの、これ。あ、取った、取った。あ、え、なになに、え、これどうすんの、これ、これどうすんだ、これ。はぁー、やだなこれ。あ、死んだ。なるほどね。おぉ、はい、途中までは普通に避けゲーなんで、まあ、避けてくださいって話で、ドラゴン3体湧いたやつ、あれなんか倒す順番にコツがあるのかもしれんけど、とりあえずこれだけやってほしいのは、ヘビみたいなやつとトカゲみたいなやつ、あの2体はタゲるんで、それのターゲをキープしてください。で、どっちか方を先に落ちるんだけども、落ちたらウェアドラゴンじゃなくてもう1体の方を倒してくれる。ウェアドラゴン、あいつは自由奔放にあいつの生きたいように生きてる、それでいいので僕たちは何もしなくていいんです。そういうことね。最後余ったらしょうがないから倒すんです。最後にいるんだったらね、最後にそれでいきましょう。あいつ無害なんで完全に。で、その後、竜騎士モードになった後は、まあ適当に範囲避けるのはいいとして、ちょっとフェーズ進むと柱が2本出てくる、赤と青で、赤の方に紐が3本ついた PC、青の方に紐が3本ついた PC、3か4かつく、で、それ何かっていうと、これまた面白くて、赤の方の紐ついてる人はダメージを食らうと赤の柱がダメージをそのまま同じダメージを受けてくれる、ほう、ダメージを受け継ぐ。ほう、で、青の方は逆にダメージを受けてしまうとその分回復する、ほう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 。ただ、赤の方は殴ってもダメージを与えられない、青の方は殴ったらダメージを与えられる、はい、つまり、弾がふわふわくるから、そのふわふわを青の、あ、じゃあごめん、赤の、赤の紐ついてる人が弾拾い、で、あ、はい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 、で、青の紐ついてる人はダメージを受けないようにちょろちょろ逃げながら赤を殴ってください。あ、赤を殴るんじゃなくて逃げてりゃいい。あ、逃げてりゃいいよね。逃げてりゃいいっていうか、普通に青を殴ってりゃいいのか。あ、赤に通んねえからか。そうそうそう、はいはいはい。で、青の人がもしも食らってしまうと青の分回復しちゃうので、とにかく青を殴りながら、全員で青を殴りながら、赤の紐ついた人は弾拾い、以上、以上。つまり青の人たちにダメージを与えないように、赤の人たちは弾を拾わなきゃいけない。そう、青の牙を殴りながら弾を壊すことを優先する。ただあの弾拾うと自分を中心に小範囲が出るので、あんまり近いところで当たったりすると、はい、結局青の人が受けちゃうから、受けるところはちょっと気をつけないといけない。青に繋がってる人から離れたところでやんなきゃいけないのか。そう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 、はいはいはい、もしこれ今上限シンクなんでゴリ押しできるって言うんだったら、あの弾を1人で2人でこう2人で2個ババンみたいな、あれでもいいかもしれないけどね。体力的にいけるならってことね。いけちゃうから、そういうことか。まあ、あとは途中にシェアが来るので、あ、来ますね、はい、了解した、はい、よいしょ。コエロは切りましたけど、切った方がいいの？あ、切りましょうか。でいいのかい？あ、自由さだもん、これ。自由、自由で、自由で、自由だ。俺は火力で押し切るよ。吉田さんが火力マンになった。はい、いいですよ。行きます。
裏がナイツ倒したってマジか。おめでとう。それはおめでとうだわ。ニーズまで来い。ニーズで待ってるぜ。いやなんたってこっちのパーティーには俺がいるからな。そんな理解力普通ねえぜ。素晴らしいよね。まあある種ね、バフし、まあ、風屋でバフをね、しっかりテキスト読んでって、うん、推理っていうところがね、あのヒーラーの仕事だと思うんですよ、やれる余裕があるなんていうのは。あ、それを見るのがってことか。やっぱここ全力で行くと、そうですね。俺じゃない。これ3回。あ、え、嘘。え、マジか、当たるんだ。あ、2人。あ、俺だ。切り返したつもりだった。皆さん、そっちが死ぬやつ。これやばい。ニーズエッグのカータライズ、うん、はい、ほぼこの盤面の3分の1から2分の1いくと思ってください。だからでかいのね。完全に遠い面に行かないとダメ、うん、なるほど、うん、釣りの上バトルエクリブリング ヒートウィン、これね、食らうとあれだ。これ多分後ろに避けるだけだよ、これ。でね、うん、あれも火傷食らう。あ、そういうことか。火傷食らうわ。ヒートウィングってウィングだからか。なるほどね。ああ、そっか。俺これいつもは違うんだよな。ホテルニューオータニを思い出せばいいですね。西ウィング、東ウィングの西ウィングに控え室あるんでみたいな。あ、やべえ。今度はファイヤーボール見逃してた。そっか、これ遠隔に来るんだっけ。あの子はこういうやつあれだね、自由にさせてあげたい子なんだよね。そうです、そうそうそう。火ぶついダメージがどんどん上がってくる。何でも食らうんかい。病気になっちゃうんだよ、ね、さんがここで病気になる。あ、倒した。ヘビヘビだ、これはヘビだ。これはちょっとそれ直せないんだよ、ごめんね。これはでもしょうがないと思う。あ、倒した。よし、じゃあ最後、はい、無害なこの子、はい、優しく無害なこの子。とりあえず秘物ダリーダメージは消えた。うん、よしよし、いいぞいいぞいいぞ。無駄りました。はいはいはい。吠えた。あ、でも上昇。吠えられるとまずいんだけど。吠えると上昇。吠えられるとまずい。うん、これこの後耐えきれますよね、この状態なら。うわ、びっくりしたね、ここね、落ちそうで見えるよね。なんでここ落ちないんだろう。柵もないのに。なんでつってました。はい、なんか変わる。野戦中消えちゃってる。トラムダイバー結構時間かかんなくてか。で、とりあえずここでいいとして、ドラッキンランス、これは外周に捨ててください。あ、俺じゃねえ。紐ついてる人、あの紐ついてる人は一人で捨てる。一人で捨てる。巻き込むとシリーさんになるからね。今エドさんについてたからね、もう。そうだよね。うん、柱この後よ。柱。うん。来た。はい。全員で青を殴ってくれ。全員で青を殴る。で、赤の人は玉拾い。そういうことか。俺青だから青を殴るのか。きつい。きつい。青の人は絶対食らわないでよ。これでもさ、俺さ青ついてんだけどさ、俺食らっちゃうよね。それもしょうがない。うん。一回しょうがないで、しょうがないでやります。はい、了解です。とりあえずフルバフタク、フルバフタクしかない。赤の人玉拾い。玉拾いってことは俺コム貼っちゃダメなのか。シェア。あ、やべ。これはね。あ、いけた。よし、あと殴るだけ、殴るだけ。ゴリ押した、ゴリ押した、ゴリ押した。間に合う？自爆間に合う？回復されてる。はい。ああ、そういう。え、これ自爆するの？これするね。あ、した。ああ、間に合ってない。ごまん。回復何回かしたからな。うんとね、あれちょっとどうしようかなっていうのが。シェアを受けない。青の人が混ざるのはダメです。
分かりました。あ、そっか、帰っちゃう。シェアは必ず青の人の誰かにつくので、シェアの人はマップ中央に来て赤の人たちとシェアをして、うん、青の他の人たちはシェアから抜けないとダメです、はいはいはい、あと分かった、うんうん、江戸さんに赤がつくか青がつくか知らんが、うん、もし青がついたらスイッチしてください。そっか、はい、なるほど、そうだね、そうです、すげえ困ったのよ。そうです、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 はい。悪門とかアラモンか、うん、食らってて2万と食らってたから、うん、そうです、それも回復しちゃうけどどうすんだろう、ね、うん、なるほど、了解です。ホッピーさんお願いします。もし青ついたら どっちに来るか分かんないんで様子見で、うん、超える切ってください。どっちもいいですはいはい、いいよ、言います。でもこの放送を見てるとね、そういうところ詳しくなれると思うんですよ。変な話、そのちゃんとギミックがどう動いてるのか、うん、確かに制限解除とか、うん、ルーレットでご利用するって感じで終わる人結構今多いと思うんですけど、はいはい、まあ、ギミック1個ずつってそういえばなんだっけっていうのは結構ありますよね、うん、実はね、丸暗記よりなぜそうなってるかを覚えた方がね、忘れないんですけど、まあ俺忘れてる、俺が言う話じゃないんですけど、これこっち側変わったら当たっからね、それハックさん当たんじゃない、それ間に合ってるか、はいはいはい、でシリーさんそこダメって言ったので、あ、俺も食らう、これここで平気、はいはいはい、お、本当だ、もらっちゃったじゃん、うわ、ダッチダウン、あ、しまった、マジ、エクリブリウム原者の魂、あ、どうしようかな、ヒートテイル、正面ヒートテイル、テイルなるほど、面白い、えテイルだと正面ダメ、ウィングだと正面あり、なるほど、あ、そっか、ウィングとテイルが違うのが来てんのか、そう、どっちが出るか分かんないんだね、これね、そういうことね、またこれかよ、そっか、これこれウェアドラゴンにドット入れとくのありだな、いって、あと4秒でこれで火ダメのやつくそー増えるんだな、なんで増えるのかな、いやでも病気は回避できてる、ああなるほど、落と、うん、スピード上がってるよ、はいはいはい、はい、あ、超えてるからかな、超えてるからねホピーさんあれ死ぬんだな、え、ホピーさんやられた、いやなんかね、うん、あいつね、ヘビね、ほっとくと即死ダメージ打ってくるんだよね、うん、あ、撃たれちゃった、まあ耐えれるんですけど、こいつ好き放題だな、なんだこいつこいつは何も悪いことしないんだよもうこっち向かねえし、なんだかよくわかんねえんだ、呼ばれたからやってきただけなんだ、ニーズね、そうで、好きな方向に攻撃をしたりしてるだけで、別に誰かが嫌いとかじゃないんですよ、すげえランダムでさ、殴ってるからさ、何やってんのかなと思って、ビン、あれビンチタイム、いい音をしました、ビンチタイム、アポカタのいい音、アポカタ食らったな今、戦士にアポカタもすごいな、本当に逆の焼け石に水的なうわ、ブレーク、紐ついた人一人で受けて、近くにいると死ぬよ、え、ん、シリセンなんで死んだ、ダメなのあれ、一人で受けるもんじゃないのか、あらもん、はい、一人で受けるもんじゃないんだ、あれシェアか、エクリブニウム、ランス着いた、ジャリの牙、青です、ホピーさーん、ひらんやつ、ホピーさーん、ホピーさーん、スイッチ、ホピーさんスイッチして、スイッチ、ホピーさーん、スイッチホピーさんも青なのかな、スイッチ、いや、ついてない、ホピーさんサボってるだけ青の人は集まんないでよ、青の人シェアしないで、赤とシェアして、で俺はひたすらあれだな、塔を殴りゃいいんだな、そうです、はい、
赤の人玉取って、赤の人玉取って、青の人玉取らないで、青の人取らないで、あぶね、青の人よし、赤落ちてる、あ赤落ちてる、よし、あと殴れ、あと殴れ、自爆もうちょっとです、自爆はもうちょっとで行ってしまう。ポピーさんに、いやこれ江戸さんスイッチだよ。え、スイッチなのか、うん、なるほど、ダメだ、ダメだこれ、あダメなんだ。あの日も一定時間で消えてもう一回つき直すので、もう一回か、そう、もう一回、もう一回よく見とかなきゃいけない、今の自分に何がついてるか、見てなかった、うん、悔しい。いやでもね、あの悪くない、そうですね、俺赤が嫌です、赤が嫌です青はほらずっと打ち続けられて、赤の方は球を拾わなきゃいけない。ああなるほどね、そうそうそう、途中で変わったのか、今すんげえ気づかなかった。そう、必ず途中で一回ラインの色がね、はいはい、入れ替わるんで、うんうん、なるほど、スイッチしなきゃいけない。まあだから青の人はとにかく球が迫ってくるのを黙ってないで避けるときは避けた方がいい、うん、そう、うんうんうん、変な話食らっちゃって柱の体力回復される方が全然辛いんで、はいはいはい、殴るよりも避けることを回避してもらったり、うん、シェアに巻き込まれないようにすることを優先してもらった方がいいです、うん、でシェアは青の人につくみたいなんで、うん、分かんないけど、それはその人はもうその人の分はしょうがない、うん、ああそっかそっか、うん、で赤の人がシェアすることによって、うん、赤の柱にでもダメージを与えれるから嬉しいし、うんうん、ああなるほどね。ちょ質問、質問、もうこれ聞いちゃうんですけど、コブってどうなるんですか、かけない方がいいんですか。ああさっき玉のやつか、うん、誰に、赤の人あかけなくていいですよ。なるほど、ダメージ軽減しちゃうと減っちゃうんですね、わ、はい、かりました。シェアは A で受けましょう。はい、だから頭割りのマーカーがついた青の線の人は A、うん、A に、赤も全員 A、 青の線1人以外ってことですね。そうです、はい、そうしましょう。はい、履行後の線がわかんねんだよな、あれちょっと次シェアしてみよっかな俺ちょっと自分で自力でシェアしてみるわ。よし、いきます。はい、ただシェアじゃないと思うんだよな。赤のはあれだって受けた、うわー、お、なんか早い気がするぞ。ニーズのいる側絶対行かないでね、そっち側全部ダメだから、隅っこならいいとかないから。チェリーさーん、そういうことね。れるんだ、うん、どこだ次、あっちか、はい、でここで端っこに入れるね。そう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 、なるほど、こっちが全部ダメだから、あ、はいはい、もうこれあれだな、3分の1じゃねえよ、半分だ、あ半面 NG、 なるほどね、うん、50% だね。あーこれ逆です、逆です、ごめんなさい、こっちに行きます。間に合ってる、間に合ってる、間に合ってる、あ、よかった、間に合ってる。ベンジェンス、スリルバトル、早っ、早いな、いいぞ、超えてるからな。ビロブニャク行くぜ。はい、ビロ、ん、ブロビニャク、ジョビアクみたいな何なんだその小ネタあれですよ、アジスラーで、あのデイリーのモブハンやってて、ブロビニャクどこにいんだろうなと思って、ひたすら走り回るっていう、飛び回るっていう、ここだったってこと、これわかんねえね、これ。ああ、なるほど、これで、うん、ビンビン使っている、これなんだろうな、こいつ今のか、あ、ビシってやつ、うん、多分今ので死ぬんだよ、なるほど、ビンビン使ったから耐えたけど、うん、あれなんだろうな、頭回りかな、技名でもわかりゃいいんだけど、俺が入って見てぐらいの話か。倒した、おぎゃーってなって吹っ飛ぶで変身、あー、いやダチョウクラブがなんか、え、いやいやとか言って、ここいやさしてる、すごい、ちょっと俺弾もらってこよう、あ、ちょっ
続け、うわぁ、もうこの写真の終わりだからうわぁ、派手だな、こいつな。おんしゃぁ、いや、この試合じゃねえのか。あらもう現地の直感受け流していく。ベンジェンス、青です、青です、赤です、玉拾いします、玉拾いします、ありがとうございます、ホッピーさん、玉拾いします。うん、この玉特に火だめアップバフつくわけじゃないから、デバフつくわけじゃないから、あー、主役か、ごめん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 、あ、俺言っちゃいけないんだ、あなたダメですよ、ダメだ、すまんかった。入れ替わるよ、スイッチ、入れ替わってないのか、え、入れ替わっ、よく自分の線見て、はいはい、入れ替わりました、入れ替わりました、シェア、抜けた、いや抜けた、新しい、やった、新しいフェーズ入った、アラモン、いいぞ、アラモン普通に耐えるだけ、はい、ルンパート、あ、またアラモン、現地の魂、うお、そのダメージがないだと、すげえ、なんだ、飛んだ、あ、何これ、何これ、柱踏んで、柱踏む、踏んだ、あ、あ、え、なになになに、え、どれ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 、どうするのこれ、どうするのこれ、どうするのこれ、紐なんだろうな、なんだこれ、どうするの、紐わかんねえんだよな、あ、紐がついてる、あ、紐、あれ、紐なくなった、怖い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 、ボールペーパー、怖い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 、え、なにこれ、なにこれ、どうするの、あ、みんなやられてる、てててててえ、なになになに、どうした、すげえ、クラフト委員会優秀、スリロウを取る、エクリブリウム、はあ、うん、狙った、まだビビビビビビ、なんと、あ、本気出した、本気だ、あ、ここからか、うん、いいか、こっちが死ぬ、これは、アネゴー、アネゴが、ああ、そうだ、来た、シェア、悪魔、悪魔、これ連発で来るから、しばらくシェア、シェア合戦、これはヒール頑張って、頑張ります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 、上限シンクです、よしですみたいなさ、うない、火が、火が出てる、火が出てる、これはね、方向した後に、はい、どっかに線持って飛んでくんで、ヒートウィング、中央にいて、はい、中央にいて、はい、行っちゃダメ、これなんだこれ、すげえな、ダメだ、痛い、痛い、助けて、怖い、なにこれ、蛇竜の怨念です、蛇竜が怨念どうすんの、あ、やべ、俺死ぬかもしれない、マジで、あ、これエクリブリウム、最後エドさんに、最後の、よし、一回かけれたかあエルビやったんか、今見えんかった、あ、差はなかったけど、差はなかった、 2しかなかった、そうか、3の、あ、うん、2本と後半ぐらいまでいったけど、わかんねえな、あの線なんだよな、ソウルテザー、うん、あれ、ソウルテザー、うん、ST が拾ってくださいって感じなのかな、ほうほう、あの、線、要は、うん、バハムートの竜巻と一緒で、うん、神聖4層のプライムの、うん、線を誰かが横切るかなんかするとその人に線が移るわけですよ、はいはい、で移った人にバーンってダメージがいくんで、うん、HP 低い人は高い人になすりつけるなすりつけるんだ、高い人は低い人のやつを取るなりしない、あ、取ってあげる、だからヒーラーの仕事じゃない、なるほど、うん、タンクがやるの、 ST ですね、やるんだったら、あ、なるほど、うん、もしくは俺は死にたいっていう人特裁出ちゃったんね、あとに関しては後半フェーズに
関してはもう避けろみたいな感じでしかないのでもうどうしようもないな。あのとりあえずニーズヘッグのカータライツは 50% 半分の盤面潰すので、あいつがいる側はもう絶対無理ですに行っちゃいけないってやつね、うん、無理です無理です、うん、で誰か俺は耐えれるからいいよとかって行くと、うん、それに釣られるので DPS が俺タンクだから耐えれるんですよ、そっち行くのやめてください本当によし、いいぜ、はい、いきます、はい、よいしょ。今度こそどんどこそ行くぞ、これもう。いや、強いですね。強い、うん、やっぱり装填になってきて、うん、アイテムレベルの特に後半になってくると、うん、アイテムレベルの恩恵がそのご利用しがちょっと効きづらくなるというか、うんうん、確かに、そもそもの、そうだよね、元々、そう、元々のこいつの加減が高いっていう、高いんだよね。そう、はい、こっちがダメよ、こっちがダメよ、スプリント使って、あ、これ、ここにいた、ごめん、素晴らしい、ごめん、素晴らしい、あ、素晴らしい、じゃあ、あ、これ次、向かい、逆、スプリント切れた、よん、許されたわ、許されてない、はい、許くっそくっそー、ダメだあ、ちょっと道が疲れたか、ついに、いや、平落ちるとな、スリローバトル、ルピーが絶望的だよね、レンジイメージ、あ、こいつか、イグルビアと俺がやります、はい、はい、もうすぐ行く、はい、イグルビアと行ったで、ホピーさん、うん、江戸さんさ、ホピーさんと重なってて、ね、うん、ちょっと重なってる、うん、視野かもしれん、なるほど、あ、倒してない、倒してない、あ、倒してない、あれ、なんだ、お、死んじゃった、ダメージなかったもん、なかったね、普通にコブで耐えきったってこと、謎、なんか単純に早かったんだもんね、かもしれん、うん、で、この、あれな、自由人な、はい、倒した、で、吹っ飛ばされる、うん、展開戦術技前にディバインベール貼って誰も回復してくれなくて終わった後にディバインベールつくやつねもうそれが嫌だからマクロ組んでんですよ僕、あ、ディバインベールですってポン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 鳴らす、今ですよってやつね、そう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 、でもあの大体やっといて思うんですけど、クレメンシしろよっていう、あ、あ、やべ、ミスった、あ、うわぁ、そうそうそう、 ST にあげないとシリーさんが死ぬんだよな、シリーさん今ホピーさんなんかひどい、なんか白状なやつだな、シリーさんが一生懸命ね、ホピーさんに紐をつけようと思って追っかけるわけですよ、取って取ってホピーさんはそれを逃げるんですよ、ね、追えば逃げる、逃げれば追う、なるほどね、オスとメスの修正なわけですよね、両方オスだけど、だホピーさん取って、赤です、私赤です、弾拾います、いやダメだ、いまいちシェア、赤でシェア、変わってる、うん、変わってる、変わってる、はい、スイッチ気づいてます、いいですね、そろそろ青落ちる、赤落ちた、青落ちた、はい、もう青すごい、素晴らしい、シェア、なんかフェーズが飛んでるような、飛んでないようなかな、なんか普通にシェアですね、最初ダメじゃない、うん、あらもう、さあここから怒涛の栄誉系、当たらないように頑張ろう、やべ、これはメールだとコピーさんに取られてしまう、ランパート、あれ木人フェイズが長い、
なんかすげえ殴ってこんなもんだったっけ分からんなんか随分とボーナスタイムあんだけどなんかね、殴れさあ、ここから来ますねあ柱絶対踏んでください柱いやいやいやあ、何それ、そういうことなんだうわどうなってんのこれこれどうなってんのこれ外に捨てに行く桃ちゃんが死んでる、ここでひもにこうなハイジャンプ、ハイジャンプハイジャンプうわいや、ここ座ったら難しいここかあの柱って柱ってたげられた人が踏むんじゃダメなのかなあ重なって痛くて死ぬのかちょっとマークついちゃった人は、うん、あフェルトあった真ん中だったこれどうするマーク両端両端真ん中マークついちゃった人は柱踏んじゃダメなんだね、うん、とにかく紐はタンクが取ってくれないと耐えられないので、はいはい、最後2本出てくるやつはタンクが2人取るんですそうです取らないと耐えられないんで ST と MT で紐ついた人はマップ中央集合してタンクにそれぞれ紐を取ってもらってから逃げましょう、うんうんうん、はい、うん、オッケーそうですもうこの辺からはね本当 IL の暴力なんかそんな効かないんで効かないですねそうだな、うん、思ったよりならもう1時間経ったかこいつ、うん、え本当にやべえ三頭身3体いけるとか言っちゃったよ6時だねそもそもセフィロトで、ね、どうしよう、うん、よし行こうはいはい、まあ、三頭身だけ綺麗にね残しておいても別にねまあまあそうですねなんで猫がなん突然んいやそれよりだったらあの、うん、お風呂の水にずっとつけとくとどんどん大きくなるニーズヘッグのフィギュアですよそれ あったでしょ昔なんかモコモコになるやつ水につけとくとなんか緑の恐竜みたいな面にねそうそうそうモコモコになるやつこんだけ大きくなりますって書いたって何年の何年だ何年何年ですよ全然なんないですはいあ俺かあ俺逆いっちゃった逆ですうわ間に合ってる間に合ってるギリギリ間に合ったでこっちねもう一回もう一回またかこれこの辺までだったら大丈夫ねこれはい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 捨ててきたちゃんとタッチダウンあそうだったあ猫よしいいぞみんなあ猫もろくらったやつって大丈夫なんですよ矢さんタッチダウンタイミングすでに背中に打ってていいよああそういうことだよねあ間違えたエグリフリーム使っちゃったもったいないロビーの中はい来たはい常備薬てめえこっち来いやほらなんでまた上かよ早くはこいつ何やってるんだろうなさっきなんで大丈夫だったんだろうな早かったからなのかあー分かったこれんこれさっきの芝と一緒かってこと芝かこれえあーそういうことか皆さんこれスイッチだわあーなるほどうんスタック数が一定数超えると即死ダメージだねそういうことか、うん、今2点溜まってっからまあご利用しましたけどそうですねうん、うん、ご利用しましたファラクの方は魔法で、うん、でブロベニアクの方は物理なんだよあーあーそれかあ確かにそういうことか確かに魔法ダメージアップみたいなのがついてたのはそれだそれで3点とか貯まるとアルテマウェポン的な何かで、うん、死ぬわけだなはい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 いやこら超える力強いなぁいやほら怖い これ俺動かないわけじゃないよ紐 ST 取ってね ST 取って ST 取って今ホッピーさんが取ったはいはいはい OK だからもうランパうわギリギリ足りてなかったからなスリルオブバトルはい、さあ来ました俺は真ん中だなこれはすごい華麗なホピーさんの切り替えよ
シェア。まだか。まだついてるな。これの。これでいけ。よし、いった。オッケー。間違えた。で、赤は殴ってもダメなので、弾拾いするしかないな。はい、みんなニーズ殴れば。ああ、そっか。忘れてたね。シェアは美味しいです。これで壊れるかな。よし、壊れた。ナイス。よいしょ。うん。見切り。なくなった。痛い。早い。飛んでんのか。避けろよこれ。こ真ん中だね。真ん中じゃなくて。そう、端っこ行けい。端っこ行けい。はい、重ねないで、ね、でもいい。なんでこっち来るのよ。これは難しい。次どこだ。次どこだ。2回来るからね、多分ね。俺たちの。たくさんか。はいはいはい。よし、頑張って回復するでござる。なんじゃない。怨念が2個ついた。ね、それスイッチ。スイッチ。うん、6でスイッチして。6でスイッチ。はい、今3です。ヒートウィング、真ん中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 。これやらしいな、これ。これやらとこに出てくるの。4です。おーおーおー、これ？あ、柱踏んでなかった、今。あ、今中央パターンだ。はい、ホッピーさんがありがとう。また俺たちしか残ってねえよ、ホッピーさん。そうそう。最後。急激に一発で崩れた。本当に一発だろ。ウィング来た時、真ん中に集まんなきゃいけないじゃないですか。うんうん、そうすると、その集まっ、ああ、そうか。ね、大地の重みかな、これは。重ねたやつか。そう、重ねれば避けれるかも。みんながバラ、おいあくびしたぞ。ついにあくびしたぞ。ここはこの炎の塊が出る順番を見ておいた方が、塊が出る。なるほど、うん、で、この後の爆発パターンを見ていけばいい。あ、なるほど、うん、火がどんどん白くなっていって、十字ボンバーマン、ボンバーマン、十字っていうか、そうで、最後、はい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 、あーで、うわ、そう、どこよっけ、一番右ってことか、ボムボルダーですね。そうです、はいはい、手前の、あのヒートウィングからの、うん、地面が裂けるやつ、うん、あれは、うん、分かんないんだけど、うんうん、タイタンの大地の重みみたいに全員重なれば避けれると思う、はい、重なんないから、うん、帯になっちゃって避けれなくなってる。でその後の、うん、火の玉に関してはボムボルダーなので、うん、最初のところが爆発したらみんな最初のところに、一番最初のところに戻るのね。そうそうそう、あとそれだけ、あと2つほっとけい、ほっとけい、なるほど。ただその時に気をつけなきゃいけないのが、今俺が釣られたその、はい、ウィングとテイル、はい、テイルのどっちなのかを見ておいて、はい、我慢して中央で、うん、あの目を捨ててから、うん、そのどっちかの回避方法を取らないとダメですね、はいはいはい、複合なんですよ、あそこ。どっちが来るか分かんないんだ。そう、あ、で、あれだ、吉田さん引っかかっちゃったみたいな感じだったんですね。はい、よし、行こう。はい、行きます。ニーズ強いっす。強いな、こいつ。あと相手もレベル的にはね、しかも超える力 25% っすから、今。25%? 25% っすよ、今。もうこれ以上上がんねえな、上がんねえのよ。確か。40まで行くんだっけ、うん、40って行くの、これ。わかんねえ、俺。25は正解だったよな。ランパート。はい、飛んでった。戻る。ああ、これね。これは両サイド。両サイド。隅っこ。はい。うん、スプリント使ってた方がいいのか、が。こっちね。はい。来た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 。端っこに置きます。なんで戻った？シリーさん。間に合うか。はい、シリーさん、なんだあれ？テラーなのか。ああ、目に当たったのか。はい、逆だった。ここで火が来るから、絶対俺逆向いてないけない。うん、火避けてくれれば間に合ってるから。
エクリブリウム。ああこいつもうこんなっちゃった。あ、非物理ダメージだわ。そいつ倒し終わったら、うん、スイッチしてあげてね。速攻でスイッチね。ああ了解です。はい、倒した。うん、スイッチしよう。はい、はい、これで大丈夫です。なるほど、うん、倒した。崩壊でもそうだったんだけど、やったらこいつに一番遠いやつを狙うのはまあ分かるんだけど。はーい。ああ。で、ああ、そっか、ズルーか。すっげえ順番待ちの人たちみたいになってるけど。早くスイッチ、早く出てこいよみたいな。すげえ並んでるな。販売かな。ランパー。ここな、先にやっぱ原子打つとね。あ、これ俺動かないわ、逆に。ラインズステップが欲しい。ないです。やだー、これ紐 SC 打ってあげて。取った。 OK 取った、 OK 取った。ナイス。アウユネス。あらもうここ黙人だから。あ、そっか、思う存分やっておしまい。そういうことね。騙し入ってるし。うん、スリローバトル。ドット全部入れろ。騙し切れた。はい、来た。赤が弾拾いますよ。なんでそんな言い方。妖怪だからね。妖怪だから。そういうことか。あー、そこのそこのやついかんな。あー、それな、どうすればいいんだろう。あれ普通にあれですね。ちょ、青の人一人邪魔なんだけど。青の人一人邪魔。なんで二人来てんのこれ。あー、青回復してんな。おかしいな。そうか、理解がまだいってない。スイッチ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 。ちょっと待ってね。あの青玉俺が拾いに行った方がいいのかな。あ、でもおかげさまで。はい、オブタイラント。オッケーオッケー、いけてるいけてる。はいはい。アラモン。ベンチェス。はい。40%。はい、40%。アラモン。黙人。魂。たまにやってるよ、今。飛んだ。さあ、ここだぞ。はい。これまず避けましょう、絶対に。まずね。これ、みんなここで来るの。避けろみんなで。剣だろうが、白魔導士。次はどこだ。次はどこだ。立ちだ。あー、そうか、立ちだろうか。ここで炎が、あれ、あ、ここ悪魔。悪魔。そっか。白いねえのか。まあ余裕なんですね。うん、アイビルも回復力も高いですからね。さあ、中央。これは真ん中行って。真ん中に行く。ヒットウィング、真ん中です。真ん中です。ど真ん中。全員真ん中。はい。面避けて。面は、なるほど。はい。避けた。避けてない。ダメだ、今帯になってた。ダメだな。やっぱマーカーつけてそこに集まるってやんないとダメだね。痛い。今 A ついてたんだけど、ニーズが。あれ、フレームブラストどうするんだっけ。これ動けない。タイムギャングで耐えた。いや、分かってるのにな。動かなきゃいけないのか。分かってるのに避けれてない感じですね。あそこは複合ですからね。今の死んだのは、はい、ウィング。ウィング、はいはい。ボンバーマン両端。うんうんうん。で、ウィング。そうか、背面捨てからええか。で、ウィングの後に目が来るから、はい、その目が来るときに、うん、真ん中じゃないとこで散らばっちゃってたもんでっていうのが1個かな。ただ、横目どう
結構厳しそうだな。今目食らってテラー食らいましたね。テラー食らうの目だからね、だから目は避けなきゃいけないんだけど、地面出た時にはもう線がピンと入った時にはもう移動始めてないと当たるんですよ、あれ。ほう。でも、線がピンって出てから移動しようにも周りにボンバーマンがいて移動できないっつって、どうしよっかってやってると目に当たるわけだ。あ、そういうことか。だったらよっぽどボンバーマン当たってくれた方がマシかもしれん。まだね、テラーよりね、かもしれんと思った。B を追加した。 B を追加しました。はい、目玉、はい、最後のフェーズ行った時に、目玉を捨てるのは B で捨てましょう。うん、で、うんうんうん、その後 A へ集合して、ボンバーマン回避してから、ウィングを避ける。はいはい。でその後ボンバーマン回避です。わかりました。なるほど。B 近いかな。あれで A 当たりそうですね、目玉ね。ああ置いてね、その後ね。これでも当たるかな。あと10分だって。よしラスト。やべえ。行け。行くぞー。行くもん。よいしょ。強いな。ランパート。はい、いなくなる。で、これで逆。結構余裕あるな。うそー、当たったの今。今当たった恐怖、俺。あ、治った。治ったけど。これ食らうよね。うん、食らうね。働いて、くそ。もうなんか、ただ変えただけ。タッチダウン。あ、今食らうのか。よはい、エアドラゴン。はい、どうした。はい、からの、おい、出した。早い早い。もう自由な子を自由にさせない。はい、倒した。うわー、で、ズルーザーってなってみんな寝落ち、起きるを繰り返してるって言ってる。頑張ろう、頑張るぞ。そうな。貴様の終焉だ、今回こそ。当日にやってくるアトパタスタスのビンっていう音が一応面白い。うん、ちょっと、あ、そうか、俺動かなきゃいいんだ。 ST 紐ね。ST?紐分かってねえな、これ。そうなんすか。紐遮ると取れるんだぜ。ああ、そういうことだね。紐ついてる人もちょろちょろしすぎると難しいところやな、それは。そう、あの、微妙に移動ってやっぱりラグが、そう、速度予測で動いちゃってるからね。俺は真ん中でいいんだ。こっちの球を沸かそう。あ、やべ、そっちか。あれ、あれで、予想したところに出ねえんだよ、もう。ついにイラつき始めてしまった。やばいやばいやばい。スイッチ。なんでこういう時に限ってね、一番嫌な位置に出てくれないんだっていう。よっしゃ、終わったよ。赤拾って、生拾って、
はいはい、試合受けてこれであれ詰め壊れます。壊れました。はい、ここから先46パーンまで、うん、黙人権なんで。黙人権怖い家だな。いや、結構40までいくか。うん、42、40までいってフェーズ変わるんか、これ。あらもう。47、うん、変わった。雑か雷やめろよ、こいつ。ういー、ういー、ういー、避けて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 、なんでそっち行くんだろう、みんな、モモシャ。あっちだ。どっちだ。おお、やばい。で、これは絶対こっちで避けなきゃいけない。あ、悪夢が来るのか。キャー、きつい。あ、でもそうか。モモシャ死んでもケアルガがあるのか。強いな。ボンバーマン。はい。B に目捨てるんだよ。ヒットウィング、このままでいいです。これ真ん中、真ん中っていうか。A。A。で、からの？からの？いかん、当たった。これどうすんだ、俺。俺ここでいいのか。シェア。シェア。いかん、あれがうまい。よいしょ。あれや。悪夢か。ダメか。あ、耐えきれん、耐えきれん、耐えきれん。くそ。惜しかったけどな。惜しいね。惜しい。惜しいね。惜しかった、惜しかった。今の悪夢を耐えれてればってことなんですかね。その1個前の段階の話だな。前のか。うん、B に目玉捨てるがちゃんと B に捨てれてないね。ああ、今俺が実際、まあ A よりこっちには捨てたんだけど、ああ A は空いてたんだけど、確かに違うところに捨てちゃった。うん、っていうか自分がいたところに来ちゃったね。うん、それの時どうしていいかわからなかった。で、あとはボンバーマン避けるのは結構厳しい。さあ。まあでもいい、LB いい感じで溜まってきてるから、はい、いけるんじゃないかな。そうなんだよ、ここのフェーズはね、ほんのちょっと崩れるとドカーンっていくんで、そう、B もうちょっと離そうかね。はあ。これ入り直しだ。そっか、逆に俺は。ああ、そっか。あと2分とかなんで。ああ、なるほど。うん。2分か。あ、ほんと3分しかないね。無言でギブアップ投票出すやつ。はい。逆に俺に目がついたときは、俺は B に行っちゃいけないんだよね、そういう意味では。え？ A を通って B に行かなきゃいけなくなるから。直線距離的に、うん、目そこに捨てといてっていうことだよね。うん、ニーズの前に捨てとけばいいんで、うん、いや間違えた。おいおいレイチェック。いやー飯食った。みんな生きてる？パーティーメン。だいぶこう、もう精神力の戦いですね。そうだよね。ん？なんか、大丈夫かしら？皆さん。なんか、喋って。あ、そうか、超える力、石からか。うん。ああ。そうだわ。あれダメっつったよ。ナイツで燃え尽きた感がって書いてるね。いやあのね、うん、ナイツが強いのは加減で言ったから分かってるんですよ、うん、ニーズが上限シンクで強いのが想定外、うんうん、あはいはいはい。いやここはね一息入れるともうダメになるね。あうん、もうこのまま行って、うん、もうあのニーズ終わニーズクリアして終わりとなす。あれ忍者寝てねこれ。バツ出てたよ今、うん、忍者時間切れでバツついたんでしょ今。そういうこと。忍者寝てるんだよ。あれ猫はね、多分ね、一番最後に入ってきたからまだ大丈夫な気がするんだけど。あれ忍者は限界。あ、着いた。た忍者は生きている。まあ、トイレとか行ってたんじゃない。あ、そうかもしれない、うん、一瞬、今だっつって。はぁー、うん、僕ニーズは最初フェーズ確かに難しいかもな。これ難しいなぁ。
M ちゃんは生きてるんだもん。 M ちゃんは今若干ガタってなりましたね。あ、トイレ我慢したのね、ごめんね、言ってくれればよかったのに。ちょっと待ってね、マーカー置くから。はい。いや、尿意は、あの冬の尿意はね、舐めたら膀胱炎になるから本当に気をつけてね。もうなんか突っ込むのも疲れるんで先に言っときますけど、ディフェンダーん今のは忘れてましたね。一番隅っこアンチなんですよ、あれ多分ボンバーマンのね。そうそう、一番隅っこに弾は多分出ないんで。はあ、頑張って他人事。はい、いきますか。超えてないんでちょっと気合い入れましょうか。そうか、うん、そうか、 25% 違うんだもんな。うん、かなり違うと思います。そうだね、うん、よいしょ、よし、いいぞ。はい、いきます。ゼックてめえだけは許さねえ。25%はでかいよね。でかいっすね、うん、結構ですねこれ。うん、記念砲打つ余裕がなくなりました。まあそうだよね。余裕が、はい、避けてね、はい、避けてね、あ、逆だ、はい、避けてね、逆です。もうさそれされると、あ、はいはいはい、ホッピーさん、ホッピーさん、どう、タッチダウン、エズナソウ、ストップ、ストップ、はい、ランパート、ヒートウィング、ウィング、オッケー。ああ、そっか。あれ、思ったよりさっきと同じぐらいのペースでいけてるよ。いや、ちょっと遅いですね、やっぱ。マジか。なるほど。あ、やべ、俺かな、これ。当たったし。気をつけないと、タンク。スイッチ。はい。はい、自由な、あれ、こう、あ、これ前だ、なんだこれ、なんだ、あ、前にボンってやつか、で、火ダメアップ。どうしてもこれ一回乗っちゃうんだよね。あ、倒した、あ、いって、うん、よいしょ、じゃあ行くぞ。ここで、はい、受け流す。2つかとか。よ
紐ね。これです。切ってくれ、切ってくれ。あれよし、ダンスさん。いいよいいよ。止まってればよかったな。エクイブリウム。スリノウマズ。柱。柱。はい。俺真ん中。お、マジで、ちょっと待って、ごめん。連続フェルグリームじゃ。はい、スイッチ。ちょ、ハックしとこう。あなた、青ついてんだけど。うん、増えたな。ナイスプシェア。いいよ。赤で受ける。あ、やっぱり遅いんだな。いや、今のはね、青の人が受けすぎなんだよ。ああ、そういうことか、うん、よし、いった。はい、ここに目人だよね。あれ超えてた時はね。そうか。ああ、確かに 55% もあるわ。見切り 52%。うわ、 50% ぐらいかな、ちょうど。柱がある。柱取った。うん、それでいい。はい、いいですね。で突破できて2回来るだと、これ俺、これ俺が取ったらいいのかな、これ線。そういうことだね。そうですね。はい、手取れてない。え、1個取ったよ。全面埋められた。え、なんだなんだなんだこれ、なんかどうすんの。あっつあっつあっつ。いけるよ、いけるよ。アラモンの前にスリローバトルを使いたい。オッケー。はい、エクリブリウム。よいしょ、コンバレセンス。いいなかった。これであいつに変わんのか。中央。はい、はい、持って、はい、で、どこ行くんだ。持って、うわい、タッチダウン。どうせすぐこっからだな。あ、グモン、グモンで、これ、すでに B に折ってよ。あー、みんなね。あれ、メイが来るからね。で、この後、爆弾です。はい、爆弾、巻いた。あ、隅っこダメなんだ、これ。爆発したらしてから行けるのか。うん、ウィング、目玉が来てから移動。目玉来た、避けて。で、爆発したら当たるのか、これ。あれ、あれ、あ、そうか。あ、俺今勘違いした。あ、遅かった。くそ、これ今俺は、あ、愚問か。これを耐えきれねえんじゃねえかな。どうにもならんか。ドドン。ちょっと遅かったな、俺。もうちょっと粘って。よら、エンジェルフェザー。マジで来た来た来た、エンジェルフェザー来た。これ来たね。ちゃんと後ろ向く、エイトさん。エンジェルフェザーがここで来る。ただだな、ただだな。まだ 30% あるんで、はいはい、ちゃんと削らないと、はい、中央を。これわかんねえからな。これ8です、ジャルルオンネ。死ぬな。8は死ぬよ。あれ、これ俺ってさ、あれ今のだと、今のだとこっちです。今の積んでるな。南に行かなきゃいけない。そう、なるほど。一番最後に出た炎のところで避けて、目を捨ててから避けて。なるほど。じゃあ爆発したら、って話じゃないのかな。開いたところへ、ね、なるほど。まあ、ボンボルダーですね。ボンボルダーですね。偶数回の方が、これしかもパターン複数あるんで。いや、でもね、避け方分かってきたんで、はい、いけますよ。で、
俺8になったら瞬間に強制的に死にますわ。だ言ったじゃん5万で。そうだから6でスイッチしてって言ってね。そうそうそう、しなきゃいけない、うん、ホピーさん6でスイッチしてください。よし行ってくれ。よし、え、いや早えなと思って早いですか。今逆にちょっと遅かったかなと思ったけど、びっくりした。よいしょ、回復を全て白魔道士に任せて剣法を打ちまくる学者ここはね、そんな無茶しなくていいですだってここぐらいしか攻撃できないですもん。なるほどね。この後もう私範囲回復ですもんなるほど。真ん中やばいよ。なるべく端っこに捨てる、うん、で、真ん中もう一回か。おい、はい、このカータライズと目の上手いところは、カータライズ、あ、避けなきゃと思ってもなんか方向転換したところに目があるっていう、うん、それすごいいいパターンなので。最初のは東か北からしか来ないですよね。なるほど、うん、もう初動で絶対避けるっていう方向に行かないと、あ、間違えたってなったらどっちか食らうって感じだよね、もうね、うん、はい、来た。これ当たるんだ、マジか、結構シビアなってなるよね。おー、マジ言うだな、マジでこいつ。また俺か、もう本当嫌いなんだ。スイッチ上がってます。はい、しばらく落ちます。落ちた、エアドラゴン。うそー、もう殺しきれると思ったよ。いや、削りきれなかったね、今ね。あれよ、シダ、3惜しかった、コンマでしたよ。ごめん、悲しいな、今の。惜しかった、惜しかった。なんかね、DPS ああいう時、妙な意地張りたくなってね、死ぬんだよねあ、こいつを当てれば倒せるだろうやつですね。あ、そうそうそう。それはあれですよ、デモンソウル、ダークソウルで一番死ぬやつ。一番死ぬやつだね。そうそう。で、実はあと1匹じゃなかったやつね。1000、私です。1000、ホピーさんが取りました。ありがとうございます。はい、大丈夫です。スリロンバトル、エクリブリーム。はい、来た。青です。赤です。これ絶対俺青なんだな。上の弾気をつけてね。うん、シリーさんが取った。はい、次シェア。両大っちゃいけない。青組来ないでよ、青組来ないでよ、青組目青なんだよてめえこの野郎俺以外全部そっち行ったんだけど今なんで自分の線の色が分かんねえんだろうな。あれ、なんだこれ、どうなってんだ。あー、シリーさん無茶したな。シェア、これは厳しいか。赤が誰もいないけど、これはうんですよ、これはやっぱ来ちゃってるね、シェアね。あー、自爆だと。あれ、あ、そういうことか。書いた方がいい。なるほど、なるほど。みんな走ってった、面白かった。スタッフ笑っちゃってる。やべ、同じこと2回言わせてるこれは恥ずかしい。スタッフが見てて分かったってことね。
何が起こってたか。その一発分で今間に合ってないんだよね。その回復しちゃったってことだよね。そう、あのね、シェアに青入ってきてんだよ2人。うん、うん、言ってた。あの1人入ってくるのはしょうがない、その人にシェアがつくから。あ、そうだね、2人つくのはもう先般。うんうんうん。綺麗に走ってったからな。よしピーにせん、あのシェアついたのはその問題が起こった後んでしたね、シェアついたのは。え、俺にシェアついてたよ、そもそも2回目ですよね。あ、最初1回目も。あ、1回目も、はい、あ、じゃあどっちもか。はい、どっちも俺でした、シェア。なるほど、はい、じゃあ、うんうん、吉田さん2本ついてシェアに、吉田さん大好き大好き大好き、あ、俺青だった、ごめん。いや、僕です僕です。吉田さんだけが行けばよかったってこと。そうです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 、はい。はい、よし行ってくれ。おい、行きます。シェアは必ず青大将に来るんでね。なるほど、そうそうそう。そう、視聴者も我々も疲れているので見間違いを良くするっていう、はい、そういうことですね。クラフト委員会すっげえあざとくて、ヨシピーがチャットするとテンション高く返事するんですよ。あ、そうだ。了解ですとか、そうそう、はいとか、あざとくて、俺が言うと何も言わない、何も反応しない。そんなことはないでしょうよ。ヘイトが超高いから俺。それヘイトは高い。確かにね。またなんで役行くんだろうな。ちょっと待って、姉御の集中力がやばいな、ちょっと今。さっきから見てると、あ、やべ、あ、大丈夫。しかも今のは俺が姉御を巻き込んだ形になっちゃったっていうか、もう同じ方にいなきゃいけないかっただけか。ペロペロって言ってる。ペロペロしてんじゃないよ。よいしょ。ああ、ここでいなくなるのか。あ、いなくなるっていうか。俺もう嫌だからウェアドラゴンの近く行こう。どういうこと。そいつ遠いやつにね、火吐くんだよね。ああ、そっボーンってで避けらんねえって言ったら、それか。ハッカー全然避けないんだもん。そういうことね。腹立つんだよね。でもわざわざ走ってきて、わざわざ来るんだ。そう。めんどくせえやつだ。私はあなたが好きですみたいな。そしたらスイッチしまーす。超える力がちょっとずつ強くなってってるから。ナイス。はい、まあ、さっきこれ無茶したやつ俺。あ、落ちた。ちくんなよ、吉田さんの追っかけられてました。あーい。最後サリギアのコラプス。なんだろう。吉田狙いとか書くのやめてほしい。完全に狙われてましたよ。あれ、出番に乗らなかった。さあ、こっからだ。おい、ドラゴンダンス。中身はもう分かってるので、あとは条件反射で動けるかどうかなんですよ。はい、ランパート。決まっ。これは避けれるだろう、忍者。あー、オッケー、取った、はい、オッケー、ホピーさんナイス。アラモン2機アンド原始の魂。さあ、そろそろかな、問題のシーンは。アミアです。来たよ。はい、赤が玉を拾います。
真ん中拾います。シリーさんが心配だが、これはシリーさん耐えて。あんまり拾いすぎてもね。シェア、私にシェア。おい、いいね。エノさん、そろそろスイッチだな、これ。はい、 OK。取らないそれ。うん、オッケー、素晴らしい。美しかったぞ。おもい、今サロシエが来るやつずれましたね。で、この後塔ね。あー、4つのね。やりたくないから全力で禁煙法、ね、全力で禁煙法なるほど、そういうことか。40パーまで削れ。40パーまで削ってしまえば一気にいけるのか。ナイス、40%。今魂めっちゃ強い。今の魂めっちゃ強い。いったいった。はい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 。はい、まず避けます。まず避けます。マス逆です。はい。で、次がどこら。うわ、そうか、こいつ落ちてくるだけです。ここいつも出ちゃうな。ここの悪魔。あれ。これ何だろう。このシーンさ、いつもさ、白魔導士死んでんだけどさ、なんで死ぬんだろう。タッチダウン食らって必ず死んでん。タッチダウンの前のトスカートライズ。目に絶対当たるんですよ。あー、 B に集まって、 B に集まって。ピットウィン。まだ。はい、捨てます。はい。あれ、なんでこれ今、なんで俺食らったんだ。危なかった、俺。すいませんでした。悪魔、頑張って。ちょっときついです。ちょっときついです。誰かの犠牲になった忍者か。ポピーさん頼む。うん、6になってる。ありがとう、ポピーさん。OK、スイッチできてる。はい、後ろ入ります。あれ、偶数回のどうだったっけな。まあ、火の位置。中央と下、うん、左上にまず B で目捨てて、そのまま左上。あー、当たっちまった。誰のに当たった今。ヒートテイルテイルは中央がダメ。なるほど、危なかった。生き残ってくれ。はい、モモシャが LB 撃てる。うわー、モモシャー、その倒して、あと 5%。 なるほど、ゴージならやれんだろ。よし、ゴージだ俺がテロったな、今な。お、ゴージ、ゴージ耐える。ゴージ1じゃない。ゴージ5% は無理だよ。 0.5% だったら分かんないけどまあ、これ押し切れんでしょう。惜しかったですね。これ乗ったんで、はい、今と同じシチュエーションをもう一回できればクリアできます。 15% ですから。よっしゃ、はい、ちょっと待って、ここ叫んでるけど。そうなんだよね、タマさんにそもそも一番左まで一気に移動して捨てんだよね、うん、にガッチャンですよね。その3つ目にタマが出た場所まで、うん、そもそも全員で行って、うん、でも戻ってくる。タマを捨てつつ、うん、こっちが爆発してるんで、うん、戻ってくるっていう。B じゃないってことですよね、うん、目を捨てるのが。そう、2回目はね、うん、つまりこのマーカーで惑わされて1回目はそれでいいんだけど、うんうん、そうだよね、3番目の角に走るんだよね、うんうん。俺はそれをゲームズコムでやってたのを思い出した目玉をギリギリ踏んでしまってるみたいです、ごめんなさい、うん、気づいてから動くまでの時間が遅すぎるので当たってると思う、うんうん、結構タイミングシビアだから。そういうことか。足元に線が出たらもうためらわずにいかないと間に合わないね、はいはいはい、だいぶシビアだから、うん、よし。エフェクト違うだけで大地の重みだと思った方がいいと思う。大地の重みと同じぐらいのタイミングで来るから、うん、めろよ、急に忘れた頃に FF14 名古屋 NGC を出そうするなよ。名古屋 NGC いじめか、500円交換いじめなのか。よし、はい、行こう。これラストしようぜ。そうだね、行ってくれ。15%で倒そう。頼むぜ、行くぜ。
いきまーす。よーしょ。言うてかなり戦ってますからね。2時間やってる。こいつだけで？はい。マジか。マジで。それは結構だね。厳密に言うと1時間50分ですけど、ね、まあまあまあ、とはいえでしょ。とはいえで、うん、超予想以上に強かったな。まあナイツ加減はあったけどさ、まあ、ああ逆だ。さ、なんで毎回逆なんだろう。それ100%逆だよね。おかしいな。俺あれを避けちゃうんだよな。はい、で、立っちゃうんか、はい、で食らわないように、はい、はい、原種の直感。お、飛んだ。あ、俺は早かった。俺はフェアドラゴンに近づくぜ。なるほど、逆にね。おもしゃ狙ってる。お、避けたです。なんで、押した。スイッチします。はい、うん、できてる、うん、押した。あ、結構しびれなんだな。うん、押した。うい、変身、うん、友人形態の効果、うん、ビーン。わーい、あれ早かったな。アンチェインド出まーす。紐かな。紐いける。大丈夫。取った、大丈夫。おい、引っかかったら取りますので。あらもー、原種の直感吸っても食らうな。1万6000くらいなんだけど。俺赤。俺も赤。いつも通り青です。弾拾います。で、次シェア。ハックし邪魔だな。オッケー、ナイス。追われる。まだか。スイッチします。また赤だな俺。次は俺。オッケー。赤の人ダメージ食らって。はい、シェアです。ハイラント。はい、さあ全力で火力を出して奴のフェーズを飛ばそう。ここね、塔は踏みたくないでござる。40% 目指せ、もう 40% ね。塔は踏みたくないでござる。塔が出るとクリアできないでござる。あ、40% いった。よしよしよし。雑、雑雷。避けて、絶対避けろよ。ためらうな。ためらうからそういうことになる、モモシャ。100発100中で死ぬんだよな。なんかこう、当たり癖ってのあるんですかね。なんかね。うん、で、この悪夢、俺が一人頑張るんだろ、毎回。いつも同じだよ。そう、フェアリーが役立ってくるね。とりあえず B でスタッフして、はい、 B で、ウィング、ウィング、目、
はい、俺に見えた、はい、隅か、これ俺、まあでもここに行くしかないの、俺やつ当たった、3発だとフレームプラスと当たったのか、隅っこいけなかったのか、これこれ悪夢、次俺がいないパターン、悪夢頑張り、このじゃここは召喚さん軽減アドルを入れてほしいのに。ホピーさんお願い。調子できてる。ホピーさんお願い。できてる。ありがとう。三つ目に炎が出たところに走ってって目を捨てるよ。みんなが走る方向に行く。左上かな。よし。左上。こっちか。こっちの角。これ。いやー。それは大丈夫まだ。それはまだ大丈夫。まだいまだ前る？まだ前てんのこれ。まだ前る。いやー死ぬよ。まだまだ、おー。アホピーさんがいなくなってしまった。いや二人だけど頑張って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 。残すわ。はい。あ、ダメ？俺どうしようかな。もうしょ来なくていいよ。あでもどうせ悪もんだもんな。あはい。こうなってから。もあっちドン行ってからこっちドンですよね。ダンパッチ、なんと念には念には念を入れてこうね。悪夢面白いですね、うん、いやもうやられちゃったらね、もうちょいもうちょいっすわ。そう、言うのやめなさい。もうじゃ頑張れ、ロソが枯れてきた、チーってなって。弾を受けるの難しいなあ。はい、いいですよ。エゴさん、デストだけど。偶数、今のって2回目の火の玉じゃないですか。はい。中央にいて、3番目に出た場所。うん、だからもう、うん、確定したらもう走っちゃってもいいのかな。なんか言ってます。うん。目玉を避けた先 に。いや、だから、だから外見とけよ。違う。外見とけよ。もう俺、救出入れるかい？入れます、レスキュー。ハックシも、いやそうじゃなくてって言っちゃってる。もう予算の目にはこのチャットの名前がハックシに見えるらしい。え、ハックシじゃない。あーそうじゃん、今吉田さんだった。マジでもうそこも間違ってる。おかしいな、だって。いや多分ね、うん、吉田さん今言ってるフェーズと、うん、ももちゃん言ってるフェーズ違うんですよ。え、最初の、うん、そうだよね、カータライズ目玉が避けれてないだけなんで、その後の玉処理の話をしないです今これ。いや多分 そっちじゃないですよ。そっちじゃないですか、その手前の、うん、だから玉なんて基本中央に捨ててるから、うん、そんなの別に見てなくていいから外周のマップを見てましょうっていう話をしてます。はい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 、はい、ああなるほど。玉、ああ目玉のことか。うんうん、目玉は適当に A 付近にみんなばらまくでしょ、うん、だからまあ左右、うん、その東西南北どっちかに とりあえず走ってれば絶対当たらないんで、うんうん、あとはどの方向にニーズがいるかだけ、うん、でもねこれはね難しいですよ、人によってはやっぱど何々しながらど何々を見るが、うん、まあそうね、さあ決めるよ、決めに行くよ、はいはい、モルボルが起き出してきたらしいから。え、本当ですか。7時だからか。よし行くぞ。よし、モルボルさん頑張ります。まさか7時までやってると思わなかったんだろうな。でも前回よりまだ早いからね。早いですよ、前回8時ですからね。ニーズちょっと強いな、悔しいな。強い、正直、まあ別に、なんこいつ舐めてたとかじゃないんだけどさ、いや結構さささっと4体いけると思ったんだよな。 こいつで詰まるみたいな話だとは思ってなかったので。忘れてたしね、途中まで。そうだね。はいはいはい、これね、ここで、OK、でこ真ん中来る、はい、逃げる、はい、でタッチダウンね、はい、タッチダウン、こういつも思うんですけど、スプリントっていうスーパー便利なのがあるのに使わないですよね。
やっぱこう使うと TP がなくなるからあんまり使いたくないみたいな、そのこう昔の名残でそれは人によってはあるんでしょうね。ありますね。なんかね、やっぱすぐ違うね、スリドって やっちゃいけないっていうあれなるんですよね。TP は確かに。はい、ホッピーさん変わります。あ、もう死んだことです。よいしょ、おい、出した。よしよしよし。あれ、なんかハックシーにさ、鎖マークみたいなついてない？え、それ、うん、それ、あの来週説明するわ。あ、いや、なんでつけてんのかなと思った。ああ、うん、多分、つけてる理由は、うん、この二人と同じ動きすれば間違いないよっていう攻略組だからでしょ。ああ、そういうことか。こいつらについていけよっていう。おそらく。なるほどね。キャス二人って意味だろうな。ああ、なるほど。うん、これ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 一体エクリブリウム、これなんと紐きますからね。ああですね、近くにいたら取ります。ランパ取れてない、取れてない、取れてない。危ねえ、間に合った。あ、間に合った。いやー、じいさんが、さあ、ST のことを信じてちょこちょこ動かないってことですよね。よくやってたのは、あれかな、もう所定の場所決めちゃって、線ついた人はそこ行って、はいはいはい、あー、なるほど、あの、受け取る。あいつ来た、はい、俺ついてない。じゃ真ん中待機。シェア。おい、ちょ、ハクさん、ハクさん、邪魔。え、オッケーオッケー、避けた避けた。ライン変わった。変わりました。変わった。はい、引っ張ります。一回つかない人は最後までつかないんだね。階段と赤は、あ、ないのかも。赤、あ、早かったですか。うん、いい感じ、いい感じ。なるほど、よし、飛ばそう、うん、目指せ 40%見切り。あら、もう芸者の直感。うわー、芸者の直感でこれか。すげえな。よし、 40% ではないんだな。あー、あれー、間に合ってないからなのか。はい、とりあえず、ああ、そうかそうか。どうすんの、ごめん、俺テロってる。これどうすりゃいいんだ。げ、これどうすりゃいいんだ、これ。わー、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 ってもんな、これな。ペインク乗っちゃってんじゃん。スーパーじゃん。いや、うん、うん、なるほど、このフェーズアウトきついな。 42% ちょっと このフェーズ連動低すぎるここ飛ばしちゃってたからね。そう、今まで40になった。ここでいなくなるか。まあ、アラモン来るけど、だからまだ終わってはいないぞ。うん、 39% はい、いなくなった。ああ、うん、ビーズが来た。ああ、避けてー。モーシャ避けたー、避けたー、よーし、避けたー、避けたー、モーシャー、偉いぞ、モーシャー。卒業だー、明日ホームランだー。卒業、いいのでヒールください。うん、やべ、ここの悪魔も、そっか、2人でやれるから。いやー、楽ちんですよ。そういうことか。てか、これそれが普通になるのか。はい、 B で目玉を発生させて A に行きましょう。ウィドウィング、今です。俺はここにいるしかない。うわ、同じ方向に来ちゃったか。よし、
どうしようかな。これどうするか。悪魔がそっち行くんだよね。で、アドル。はい、スルー自分で。ありかな、これ。ちょっと、おさま回復はない。自分で買ってます。そろそろスイッチだからな。はい。6になりました。はい。スイッチしてる。角開いた。はい。ありがとうございます。レール3番手の場所に一気に確定したら移動します。わかりました。ゲットンチ祭り撃った。なんと強気の回復いらず。なるほど。一気に今 9% 持ってるかな。すげえな。これさえ良ければクリアだぞ。なんとこれさえ良ければクリアだぞ。右下、こっちこっち。右下行って、もう行って右下。インデルも右下にインデル。ここに捨てる、目玉捨てる。行きますにこれ捨てる、はい。なんで姉が動かないの。どうした、どうした。行けたのか、行けたのか。よし、やちまえ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 。あやべやべやべ。ポッピーさんがやられたのか。そうか、まだある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 。まだある。ホルム撃って、ホルム撃って。あいたいた。やったのか。もう四面楚歌。もう半分死んでいた。いや。挑発撃ったんだけど最後。いや。うん。ニーズ X 絶対許さん。こっからあれですよ、てめえだけに許さん。蒼天屈指の名シーンね。え屈指の名シーン、雲海にあーパワーイってするやつ。目玉なんていらんってやつ。なんでちゃんと処分しないのっていう。いや、素見的には海に捨ててって。目玉とニーズを避けることに成功しました、うん、おかげでクリアできました。ホピーさん、宝箱に潰されてしまったのか。今もう俺角に来た時に姉子がなぜか最後まで微妙に角に来ないで棒立ちしてる時に、うん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 、寝落ちしたのかな。ああ、なるほど。なんか一番ギリギリ隅っこまで行くっていうまでじゃないのかなと思ってたじゃないですか、うん、あ、なるほど。あ、この辺でいいのかなみたいな。私がここにいた時に姉子がこの辺で立ってたんですよ。立ってましたね。この好きなのかっていう。生き残ってしまったって言ってるってことは、うん、死ぬと思ってたんでしょうね、うんうん、おっ、桃舎さんが目玉とニーズを避けることに成功しました、うんうん、おめでとうございます。謎の感動、うん、本当ですよ、うん、やっぱヒーラーが落ちないのは大事ですね、うん、ポンピーさんが宝箱に潰されて死んでしまいました。開けまーす。ポン、うん、あ、先制術師ニーズ武器。なるほどね。ニーズの武器って見たことないな。赤いんですよね。負けないですよね、これ。うん、あったっけ。ないんじゃないの。ないのか。エムちゃんが思わず安心からかあくびをしてしまいました。いや、まあそ、ね、全通したわ。全通っすね。いや、すべての蛮神悟空を倒しましたね、三頭身は頭身であって蛮神じゃないですかね。そうですね。むしろ蛮神は全部倒して、はい、ついにおまけでニーズまで。そう、ニーズまでね。あ、ニーズは蛮神じゃない。清流戦ですかね、はい、そう、はい、そうですよ。三頭身は別に蛮神じゃないんで、うん、極蛮神ツアーって言いましたね、最初、確かにね、言いましたね、うん、そうっす。最後に98出しました。先制術師あげろよお前、絶対絶対あげろよお前。ニードしてクリアしたってことはニードですよ。ニード、ニードで、あれ、いや、なんで戦士のあなたがニーズヘッドスターグローブをニードできるんだよ。あれ、ニードじゃ、あ、グリードだ、ごめんニードはできないな。で、ここまで行って誰か99出してね、持ってかれたりして。これは納品。いや、長時間にわたりね、いや、バンシンたちとの激闘ね、すごい蛮神バトルでしたね。プラス1体、プラス1体、はい、うわ、疲れた。三頭身ツアーは別のタイミングでね。三頭身はね、っていうことか。三頭身もしやるともしいつかやるんだとしたら、もうやっちゃえばいいんじゃない。まあそうですね、クロニクル、次のクロニクルチャレンジのタイミングで三頭身やってしまえば。なるほど、うん、確かに取り集められるよ。もし次また吉田さんが NGC にゲストで来てくれるってなった時に、うん、また蒼天極蛮神だとちょっと絵変わりがないですよ ね、今日やったことと。そうね、せっかくだったらオメガとかですよね、ですよね、うん、
もういいよ、極悪三頭身は吉田さん、あのプライベートで踏みしてやってあげてください、うん、はぁ、疲れた吉田、これ半球で足りるの、裏パーティーニーズ頑張ってます。おお、まだ倒せてはいないんだ。まだ倒せてない、うん、まだ倒せてない。やっぱり難しかったんだ。結構厳しそうですね。いやー、きつかったもん、うん、きつかった。最後も倒した感なかったもんね、うんうん、もう最後ぐっちゃぐちゃだったから、うん、まあ足りますよ、足ります。帰って帰って8時半ぐらい、うんうん、雪次第ですけどね。今外どうなってんだろう、うん、凍ってるとは思いますけどね、明らかに路面が、うん、まあ最悪いかないねまあまあ次のね、あっちのやつはもう一回あれですからね、うん、いやでも なんかあったな、でもなんかあったな、でも、うん、なんかありましたね、うん、また。いやー、わかんない。今日朝まで見てた人はね、今日休みなんですかね。お疲れ様でした。いやでもすごい、うん、素晴らしいですよ。何人残ってんの今、何千人残ってんの今。ちょっと待って、公にずる休みってすごい。3600人増えてきてるんだよ。それで増えてきてる。起きた、おはようございますが100人いるんだな起きたんだよ、それは。うん、あ、インフルで休み中っていい。ああ、それはまあね。まだ首都高も通行止めだって。あ、帰れないじゃないですか。やっぱりそうか。多分ある程度午前中が午後に差し掛かるぐらいまで行かないと溶けないと思うんですよ、単純に。こんなに光り輝くところでいいの撮ってみなさん。顔とか全然映んないけどエフェクトで。めっさ脱出地点の光ってますね。うん、ね、うん、はい。ちょっと手前の方がいい。この辺かな。いやー、やったやった、もうずいぶんやりましたよ。いや、全通のメンバーも、あれ全通したの誰？いや、結構全通してるよ、今回シリーさんだけじゃない？あれ、じゃあ、そんなことないか。はっ今、エムちゃんがちょくちょく、はっとか言ってる。強そう、強そう。じゃあなんで隠れてたの？なんだ、その田中乗り遅れたからね、今ハゲってるのか。すごい頑張った人たち、うん、なんか俺が邪魔みたいです、なんかすまん、なんかすまん。あ、じゃあ向き変えるわ、向き変えるわ。こうする、こうする、こっちにするあ、これだったら大丈夫。これなら大丈夫、うん、あ、ちょうどいい、ちょうどいい、うん、よし、うん、はいはい、よし、出ましょう。はい、出ましょう。やれさん、あー、あれこれムービー流れるでしょ。流れないな、全然流れてない。まあ、つまりサボテンダー食べれなかったんですね。残念だったな。それはしょうがないね。あと一歩でしたね。残念だったので、残念だったのでスタジオへ置いていくので、お二人で半分にして食べてください。ありがとうございます。ふみちゃんの嫁に持ってってあげてもいいのよ。ありがとうございますいや本当お疲れ様でした。いやいや、お疲れ様でした。これはもう本当にお疲れ様でした。え、じゃあ9体倒したってこと？うん、そうなるね。3頭身抜いて12体だったら、うん、そう、9体やった。9体タイタン、うん、イフリート、うん、モーグリ、うん、ラム、うん、シバ、シバ、ビスマルク、ビスマルク、ラーバナ、うん、ナイツ、ナイツ、ニーズ。うわ、9体ちょうど1時間1体のペースですね。そうですね。え、10時からでしょ。そっか、うん、7時間。はあ、ほんとだ、1時間1体だようやったなぁ、疲れたなぁ。これあれですね、この間のアレキより疲れましたね、うん、難易度が違うからね、うん、またずっと待機中だったら白部も褒めてあげてください、うん、まあそれはしょうがないね。 あの、うん、いつ変わるかって、白部的にはこの後に、うん、三頭身ですよねみたいな俺までやってないんでみたいな。なんか体調悪いみたいですけどね。あ、本当に。じゃあ、もう無理はしない、無理はしない。ちょっとなんか風邪気味みたいなこと言ってましたから。あ、ま、それはもう、うん、どっちみちね、うん、はい。いやいや楽しかった。やったったわ。楽しかった、はい、
よかったですね、むしろセフィロと飛ばして。これセフィロとやって残りがニーズ、ソフィア、ズルワンだったらなんか気持ち悪いですね。そう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 よかったそうそうそう。じゃあカメラしましょうか。いやなんかもうやり終わったおじさんたちをご覧ください。うん、始むステップ、ヒルが迎えてくれますよ。起きてって感じの音楽なんだよなこれ。起きてってかこれから寝るんだけどな。眠て。エムちゃん仕事行くんですか？半休らしいですよ。あ、なるほど。まあ、最悪エムちゃんはね、はい、休んでもまあ。いや、割とでしたね。あんないですね。今ね予算作成の時期でもあるからね。はい、結構ね我々マネージメントレイヤーはねやることあるんですよね。はい、ああなるほど。うん。この図絵面をスクショ取られて、はい、まとめに上げられて、うん、3人スーパーやる気ねえなみたいな書かれて。はい、うん、ああなるほど、ね。いや今はもうやる気ないよね。だってやり尽くしたもんだって。9時間やったから。そうそうそう。そりゃ9時間やってやる気満々は超おかしいでしょ。9時間でそう9体倒してますから、うんうん、そう事情知ってる人はね、うん、あいやいやまあ僕らももちろん頑張りましたけど、はい、この9時間付き合ってくれたみんなもね素晴らしい、よう付き合ってくれたな、すごいです、はい、昨日より10歳くらい年取った。いや9体倒してるんで9歳ですね。9歳年取ってますね。1体倒すごとに1歳年取るっていう。大丈夫かいそれ、うん、で卵、黒い卵を食べると5歳若返るあれ昔5歳じゃなかったから、ね、今10歳は若いんだっけ、ね、そう俺が子供の頃2歳とか3歳だったんだ。あー大変だった。さあいや、はい、ということで本来であれば、本当の話をしましょう。ここまで来たら今日は、はい、芝までやったらいいなっつってたんです。うん、本当はそうやってメールしてた。そう、最悪芝まではやりましょう、うん、ここまでは絶対っつってね。そうそうそう、うん、ところが蓋を開けてみるとなんと、うん、芝どころか争点に入りまして、うんうん、ナイツ、ニーズ含む4体なんと倒せたと、はい、まあもう御の字じゃないですか。全部やれるなんて。俺は正直ここまでいくと思ってなかったですね。まあ最初調子良かったんで最後までいけるかなと思ったらさすがにニーズは強かったですね。ねということでまあ嬉しいのか悔しいのか分かんないですけど、3頭身3体を残して他の番身に関してはごく全部終わったと、はい、終わったと。まあでもあの3体って結構その後出てくるギミックが全部またこう基礎として詰まってたりするんで、なるほど、三頭身なんで できればお二人でやって、はい、まあできれば僕とまたデルタとかで遊んでもらえると嬉しい、はいはい、なるほど。まあ、つまり吉田さんは、うん、まあ私がファイジャーを打つまでもないと、三頭身は、まあ、っていうかそのラインズステップないのは嫌だなっていう70で遊びたい動きたくねえんだよ。なるほど。え、走って戻んのあのサークルにみたいな。なるほどね。なんかせめて滑り打ち範囲内で避けさせてくんねえかなみたいな。作った人じゃないですか、うん、違うんですよ。世の中、はい、便利なものを手に入れると、はい、もうダメなんです、はい、元には戻れない。わかります。はい、いやーもうこんなに、ね、ラインステップがなくてイライラすると思わなかった本当に。便利なんですね、ラインステップ。ファイジャーを打てるようになった途端の手が勝手にこう即戻ろうとするのに、うん、なんでこいつ反応しないのっていう。ないからないからですよね、そこに。そうなんです。そんなに俺よく飛んでたんだと思ったぐらい。あ、なるほど。70でもし次やるっていうんだったら予算もね、うん、現象の解放とかありますし、うん、そう、もうエーテルパクトが、ね、68まで来てますから追加されるまたいろいろやれること増えた状態で、うんうん、そうですね、またぜひ、うん、そうね、まあ、オメガいろいろまだありますからね、コンテンツね。ラバナスタもやってないし、うん、スサノーラクシュミも出てくるから、僕が堕落する吉田って書いてある。堕落の言葉をちょっと引き直した方がいいかもしれない、うん、実証で。じゃあ終わりですかね、はい、今日は。まあ十分頑張ったと思いますよ、はい。なんか思い出とかありますか今日のハイライト。あんま思い出したくないハイライトはありましたけど思い出したくない。最後にもう一回あれですね、
今日視聴してくださった皆さんに、まあ、もちろん最後までねご覧いただいて感謝してるんですけど、はい、今来た人とかね、うん、あ気絶から復活したって方もいると思うので、はいはいはい、最後にお知らせすべきことがあるのかな。そうですね、我々30周年記念で、はい、まあ、10万円する30年ものファイナルファンタジーとシリーズと同じね、はい、30年もののワインとグラスをセットにした、はい、まあ、10万円のものから、はい、ね、それですね、そのグラスありますね、はい、これです、はいはい、から、うん、イフリートルージュ、シバブランという、ね、入れちゃいましたけど、はいはい、これですね、はい、あと3種類のケーキなどなどご用意しておりまして、はい、イーストアの方で絶賛販売中です、はい、なんと放送中にねこの10万円のワインが2本売れる、2本売れたと、素晴らしい、ありがとうございます。まあ、そこで日頃の皆さんにね感謝をして、はい、我がそのマーチャンダイジング、それからイーストアの方からですね、特別にこれらの商品が500円割引になるクーポンコードというのをご用意させていただいてました、はい、で番組の途中でねそれをね発表させていただいたので、うん、そのコードをですね、はい、今一度僕の口からはちょっと言いにくいんで、はい、皆さんコメントなどで覚えてる方は書いていただけるとですね、はい、あれも出てますね、画面にも一応スタッフが出しました。なるほどなるほど、はい、こちらをですね、はい、e-store でご入力いただけますと、うん、はい、500円割引になります、うん、この文字列に意味とかないんですよね、別にね、別に何のことでもランダムに言ったらこうなったんですよ、こうなったんですよね、そうですね、最初と最後だけね、14と NGC がたまたま出ちゃった、はい、うん、e-store に行っていただいて、先ほど言ったメニュー、商品3点、どれか購入される際にですね、購入直近のタイミングでクーポンありますかということを聞かれます、うんうん、そこでクーポンありますということで、うんうん、この上に出ている12桁の文字列を打つとですね、うんうん、まあ、500円割引で買えると、うん、ぜひとも皆さん、ぜひ、お得にご購入ください。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。はい、ということで、いや楽しかった、でも今日は楽しかったですね。いやー、やったやりきった。多分今年入って一番長時間僕14やったんだけども、はい、極番神とかずっとやりたくてやりたくて、でも我慢してた部分があったりとか、この1年いろいろと勉強してきたことを発散できる場だったりとか、なんかこういろいろ相まって、とってもテンションが上がりました。最初は酒飲んだからかな。まあね、ナイツもね、はい、やりだしたね、ナイツ、そうですね、倒しましたからね、ナイツ初見、ナイツ初見当日クリア、トリゲットですからね、僕。そうね、確かにトリゲットね、トリまでゲットする。あ、そうか、何回も行ってじゃなくてね、そう、取り締めパーティーだったからね、取締パーティー、知らなかったね、我々もね、取り何体が出てましたからね、確かにね、うん、なるほど。いやいや、よかったよかった、うん、はい。でもほら、今週また、はいはい、ね、週末なんかありましたね、それその話しとかないとな、そうですね、なんだっけか、まあ、今、ね、後から来た方もいると思うのであれなんですけども、はい、まあ、放送の、まあ、途中でですね、まあ、お肉でも食べながら、うん、14の話しようかみたいなね、ちょっとありまして、そうですね、はい、で吉田さん、今週だったらいけるよということなので、そうです、来週以降はまたパッチがリリースされてね、皆さん、はい、みんなもう本当に楽しみな 4.2 が、はい、あるんで、うん、行くんだったら今週行きたいなって。1月27日の土曜日ですね、はい、こちら、23時30分開場、23時40分開演予定です。ほう、はい、はい、いつもはフレッシュ会員限定生放送でやっておりますトンツー生放送の、ツイッチ版、すいません無理を言って、はい、こちらは、無料で誰でも、ご覧にいただけるというですね、焼肉トンツーで焼肉を食べながら吉田さん、ふみちが14の話をする放送でございます。はい、現場に来られる、うん、監査の人たちがうんって言ってくれればアーカイブも残せるかもしれないです、うん、なるほど、そうね、はい、ですです。なのでこちらはですね、ゲームはやらないですけども、アフリートークという形で、はい、はい、まあ、おじさんが美味しそうに肉を食べる、はい、うん、召してる放送です、ですです、はい、はい、こちら、ツイッチ限定になりますので、はい、お楽しみ、今週末また今ご覧いただいている URL のまま待っていただければ土曜日にやるということです、うん、そうですね、あとで5日待ってもらえればこのまま、そうそうそう、はい、この URL のままでか URL 変わんないんで変わんない、大丈夫です、そこは、はい。
です、はいはい、さあ寝て仕事するかあ今日あ、まあ、私はどっちみちねまた夜、うん、今日は22時からの放送なので今日頭使うゲームだなきっとね今日どうなのかな分かんないっすねはい、まあうん、NGC は今日もですね夜に、はい毎週火曜日ですから Steam 生放送でございますこちらお兄ちゃんと一緒に、なんだっけタイトルでした ドアキッカーズというですねなんて言うんでしょうねあれねストラテジーみたいなゲームストラテジーなんのかな、うんうん、上から目線の上から目線じゃないって言ってたからクォータービュー上から視点上から目線じゃない面白かった上から、ね、上から視点の、はい NPC が全員言葉遣いが悪いはいやつをですねまあリアルタイムストラテジー的な感じでやっていく、ゲームだということで、はい古川ミニさんと私でお送りいたしますぜひぜひご覧ください。はい。はい、じゃあこの放送はそろそろ終わります。はい、今日の放送のタイムシフトというかアーカイブかな。はいはい。すぐに YouTube に上がりますんで。ですね。よかったら途中とか最初とか、うん、上げれる、はい？重たいからちょっとかかるかな。あ時間がやっぱり長いんでちょっと今回時間かかるかもしれない。Twitch の方はまあでも。うん、すぐ上がりますよね。でフレッシュさんももちろんそうだしっていう。そうです。フレッシュさんも勝手に上がってます、ね。ですね。はい。はい。よろしくお願いします。はい。はい。はい、じゃあ最後に、吉田さんからですね、はい視聴者の皆様、プレイヤーの皆様に何かメッセージがあれば。はい、まあ、NGC、ね、ファイナルファンタジー14生放送を始めていただいて、丸4年ちょっとがね、経過して、はい、オフィシャルでやってるプロデューサーレターライブに次ぐ多分、うんうん、長寿番組 F14 だと、はい、なるほど、はい、だと思うんですよ、はい、でまあプロデューサーレターライブは週1とかじゃなくて、うん、当然その月1とかじゃないですか、はい、毎週これを続けて4年間って本当にありがたいことで、まあ、それをね視聴者の皆さんにも支えていただいたんで、うん、まあ、これからまたその僕も参加させていただくタイミングはまあ年ね数回だとは思うんですけど、うんうんうん、皆さんとねあとお二人と一緒にぜひこれからも楽しくねプレーをしていきたいと思いますので、はい、まあ、僕ここに来るときよくコメントでも今日あったんですけど、はい、吉田楽しそうだな本当に NGC 来るといやまあ実際楽しくて、はい、まあ、やっぱちょっとあれなんですよ、うん、よそ様の番組に来てるけど、あと友達ん家に遊びに来た感じで、ただひたすらゲームをワイワイできるのが、はい、やっぱないですよ。自分たちの放送だとそれって、そうですね。ホストになっちゃうとどうしてもっていうのが、そうなんですよ。それは本当楽しいんで、またぜひ遊びに来たいと思いますので。本当にありがとうございます。いや本当に長時間ね、はい、見てくださって応援してくださった皆さんも本当にありがとうございます。はい、まあ、土曜日はね、さらにこう砕けた感じで喋っていただければそうです、ね、という、はい、ゲームやんないですから、はい、ですです、今日の放送の、最大視聴者数は、はい、7521人、うん、すごいですね、ああそうか、皆さん本当にありがとうございます。なるほど、いい数字、いい数字、どうもありがとうございます。 NGC 始まって以来の、Twitch、始まって以来の一番多いでしたね。そうですね、はい、トンツ生放送もあの店長がすごい数字出したいって言ってたんで、なるほど、はい、ぜひぜひご覧ください、はいはい、あとはですね、来週のね放送もお休みになります、はい、来週の29日はですね、4.2 の、メンテナンスで19時から、14プレイできませんので、その関係で NGC の14の放送も一週お休みさせていただきます、はい、21時からパッチの朗読会がありますので、うんうん、そちら見ていただければということです ね、はい、よろしくお願いします。はい、はい、そしてその翌日火曜日はもう、4.2 が始まるということで、楽しみですね。うん、ですです。4.2 もう大丈夫です。大丈夫ですね。大丈夫です。ありがとうございます。では皆さん、はい、長時間どうも本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。とっても楽しかったです。はい、いっぱいやれてよかったな。またプライベートであったらよろしくお願いします。はい。はい、では、うん、今日は何曜日だっけ？今日はもう火曜日になりましたけど。火曜日、火曜日、週末お過ごしください。しばらく始まったわけ。始まったわけ。おやすみなさい。おやすみなさい。まあ出勤される方本当気をつけてくださいね。さようなら。おやすみ。おやすみなさい。
た手に滲んでいた夜は忘れてスイッチはゴーシュッとポポポポなんでこういうことになるんですかね。まあ持ってんじゃん。まあうん。今日はちょっともうお察しなんで、俺もおまけがでやんないといいと思うんですよ。あのさすがにいかない。みんなのためにね。にその代わりだよ。うん、その代わり、うん、ちょっとじゃあ、うん、これ受け取って。一回ね、うんうん。出ちゃったけどね。でこれ今週のやつやりますので。はい。うん、ああなるほどね。何かっていうのをね、あの数字をね、7521、はい、これがいくつになるか、7521、はい、ナゴニーと NGC の、はい、あ、じゃあスタジオの誕生日とロシピの誕生日と、うん、これ来週どうなるのかなみたいな。
ラオニーは入れないです、ね、ラオニーだけは全く意味が分からない何のことだか分からないですけど7021は入れないです、ね、あ、じゃあこれラオニーは入れた方がいいですか。いやいやいや、いいっす、別にラオニーとラオニー別に何も関係は性が多分ないので、まあ、ね、あれですね、まあ、ここまで来ると、うん、この9時間とか10時間とかやって、はい、ここまで来るとなんかもうあのそろそろいいかなって気がしてきますよね、うん、名残なんかもうそろそろいい、ね、もう、うん、もう引っ張るもんじゃないかなって、まあまあうん、あんまりもう引っ張るもんじゃねえ、もう許された感が、もうそろそろなんかもう使い終わったなって感じしますよね、うん、そうそう、うん、今日はもういいっすね、本当にもう今日は、ね、もうこれ、うん、これっきりっすね、うん、そうそう、はい、うん、以上でこちらからは以上です、はい、以上現場からお伝えしました。お伝えしました。お疲れ様でした。ありがとうございました。